イム。それでも十分多いよ、あーちゃん。いつもより多かったぞ。葵のためにサービスしてくれたんだろう。雑誌に載って若いお客が増えたっておっちゃん大喜び。おっちゃんの写真も載ったんだよ。すごくかっこよかった。頭にタオル巻いて腕組みしてドヤ顔で決めてたあれね。ここと同じ、みんな変わっていくもんさ。そうそう、5年も経っちゃうとね。ちょっと待ってろ、飲み物買ってくるから。ねえ葵、そろそろ部活決めた？どこどこ？ケチケチせずに教えなさいよ。何それ？そう、うちの学校で一番人気。
葵が考えてるのとは違うよ。障害物競争したり、物を運んだり積み上げたり、ロボットの技術を競う戦いだからね。毎年テーマが決まってて、それに合わせて作るんだよ。興味出た？まあそうだよね。ここんとこ毎年初戦敗退で、みんなそれが当然みたいな顔してるし。葵が入ってこうビシッと引き締めてくれたらありがたいんだけど。いや、私そういうキャラじゃないから。昔はもっと熱心だったらしいんだけどね。一度全国大会で準優勝したこともあるんだよ。その時のロボットを作ったのが、ほら、こないだ見かけた人覚えてる？超留年生の望月天音さん。それはやっぱ美人さんだから。天音先輩がまだ1年の時に、ほとんど自分一人で作ったロボットでいきなり準優勝しちゃったの。決勝戦で負けたんだけど、コントローラーのボタンを押し間違えるというボンミスが敗因だったらしいよ。あの人は。どうしたの、あんちゃん。サイダーとオレンジ、どっちにする？なんか昔に戻ったみたいだなって。お前たち二人が揃ってるとさ。一人足りないけど、こういう時にいないのが麻婆らしいわね。でも一人だけ逃げたりね。
そんな麻婆にも今や彼女ができた。お前たちも頑張らないとな。私はいいの。葵は知らないけど。そうなの？女子寮の寮母さんやって、そこのとびっきり可愛い子ともう仲良くなっちゃってるくせに。ああ、あの子か。確かに可愛い子だったな。それじゃ、俺はそろそろ行くよ。もう帰っちゃうの？悪いな。夕方から急ぎの仕事があるんだ。いいって、俺も楽しかったから。おっと、そうだ。忘れるところだった。ほら、頼まれてたやつ。そんなものを何に使うんだ？グライダー？葵はね、この町を離れてる間にちょっとエッチになっちゃったのよ。